ウィリアム・リーヒ、ウィリアム・ダニエル・リーヒ、ウィリアム・ダニエル・リー、1875年5月6日から1959年7月20日は、アメリカの海軍軍人、プエルトリコ総督及び、中仏大使、アメリカ海軍初の元帥。日本では、生は、霊妃と記されることもある。1942年に、フランクリン・ルーズベルト大統領によって、 合衆国陸海軍最高司令官大統領付参謀長に任命され、トルーマン大統領の下でも同職を務めた。リーヒはアイオワ州ハンプトンに生まれる。ウィスコンシン州アシュランドに転居し、成長した。海軍主管学校に入学したリーヒは1897年に卒業した。リーヒは将位候補生としてオレゴンに着任。 太平洋で勤務する。米西戦争時の1898年春、オレゴンはマゼラン海峡を全速で通過し、7月3日にはサンチャゴデキューバ海戦に参加した。2年間の海上勤務後、リーヒは1899年7月1日に、勝尉に任官する。当時彼はアジア戦隊で勤務し、米ヒ戦争及びギガ団のランジには、奉還、キャスティン、 旧カテカングレーシャーに士官として乗り組み、法官・マリベレスを指揮した。1902年に帰国し、続く5年にわたって、タコマ、ボストンに乗り組み、パナマ運河建設初期のパナマで勤務した。1907年に海軍士官学校の教官に着任、物理と科学を担当する。1909年に、再び海上勤務となり、カリフォルニアの航海士官として、 太平洋艦隊で勤務した。リーヒは1911年10月18日に、少佐に承認し、ジュピターがメアアイランドで寄港するときには、タフト大統領の海軍補佐官を務めた。ニカラグア占領時にリーヒは海軍派遣部隊の参謀長であった。1912年後半に彼は、ワシントン DC での陸上勤務となり、 砲術訓練及びエンジニアリング部の副部長を務める。1913年には公開局に移動し、1915年まで勤務する。その後1915年から1916年にかけて宝艦ドルフィンの艦長を務め、この時に当時海軍次官補であったフランクリン・ルーズベルトとの友情を深めることとなる。1917年前半には西インド諸島で 大西洋艦隊偵察部隊第3戦隊の専任副官を務めた。ついで戦艦ネバダの副長職を務め、1918年4月のアメリカ合衆国の第1次世界大戦参戦に、際しては輸送艦プリンセス、マトイカの艦長に着任、フランスへの兵員輸送に従事した。この任務の功績でリーヒは海軍十字賞を受賞した。 1918年に再び陸上勤務となり、3年にわたって法術訓練及びエンジニアリング部の部長職を務め、同時に下記管制委員会の上級委員も務めた。1921年にセントルイスの艦長に着任、起ド戦争でトルコ海域に派遣された。戦争が終了すると第一機雷不設戦隊を指揮し、1922年には、 指揮部隊の指揮官も兼任した。帰国後1923年から1926年まで公開局の人事部長を務め、その後戦艦ニューメキシコの艦長を1年務める。1927年には少将に昇進、兵団局長に就任した。およそ4年間同職を務め、1931年には駆逐艦偵察部隊の指揮官に着任した。 息子のウィリアム・エイチ・リーヒは1927年に海軍士官学校を卒業し第二次世界大戦が始まる前に海軍の情報収集活動に従事した。1933年、再びワシントン DC での陸上勤務となり公海局長を2年間務める。その後中将に昇進、戦艦戦隊の指揮官に着任した。1936年にリーヒは 戦闘艦隊司令長官に就任し、合わせて大将に昇進、戦艦カリフォルニアに四つ星の大将旗を掲げた。1937年1月2日、ルーズベルト大統領より第七大海軍、作戦部長に指名され、1939年8月1日に一旦退役するまでこの任にあった。大統領は、ビル、我々が戦争をするならば、君は、 直ちにここに戻って、私の手助けをしてくれ。と語った。1939年9月から1940年11月まで、リーヒは、プエルトリコ総督を務める。総督としての間に彼は、島の向こう側に建設された、軍事基地と補給基地の発展を監督した。リーヒは、島の政治に直接干渉しない、オープンスタンスを取り、 島の監修を尊重し主要な公共事業を開始した。島の住民たちは彼の名をもじってアルミランテリジャ・アルメイ・レンティライジャ、ミヤスリ提督の愛称で呼び、20世紀前半にプエルトリコに貢献した寛大なアメリカ人総督の一人とみなした。1940年にフランスがドイツに降伏するとリーヒは中仏大使を拝命。 ビシー政権に対してヒトラーへの抵抗を呼びかけたが、これは成功しなかった。リーヒは、自らの改装録、アイ・ワス・ゼアで、私の主要な任務はフランスを連合国側に、とどめておくことであったが、それは、不可能であった。と語っている。リーヒは1942年5月に再召集され、6月20日に、再び海軍に復帰した。アメリカ合衆国が、 第二次世界大戦に参戦すると、ルイズベルット大統領は、個人的なアドバイザーが必要であると決定した。大統領は、海軍から、作戦部長、アーネスト・キング大将、陸軍から、参謀総長、ジョージ・マーシャル大将、陸軍航空軍から総司令官、ヘンリー・アーノルド大将を指名した。彼らはこの動きに抵抗し、マーシャルが、リーヒだけがこのポストを受け入れられると、案した。 1942年7月6日に、リーヒは、合衆国陸海軍最高司令官、大統領付参謀長に就任。大統領の個人的な軍事顧問として事実上の、統合参謀本部の議長を務めた。ノルマンディ上陸作戦結行当日の1944年6月6日、リーヒは、故郷のアイオワ州ハンプトンで1日を過ごした。このよく宣伝された。 鑑賞旅行はドイツを欺くための活動の一環であった。このアイデアはワシントン DC を含むアメリカ国内のドイツのエージェントに対して軍の交換が首都から離れている間は重大な作戦は実施されないと信じ込ませるためのものであった。1944年12月15日には新たに制定された海軍元帥の地位が与えられ5つ。 制限水中の最先人、1949年に、初代統合参謀本部議長に、オマル・ブラッドリ陸軍大将が就任した後は、その島で海軍長官の顧問に泊まった。ビエケス島及びクレブラ島の一部の強制上都に、関してアメリカ海軍と、プエルトリコ政府が和解した後、リリヒは1949年3月に辞職した。翌年に海藻録、I ワスゼアを出版する。リーヒ原水は1959年7月20日に、ベセスダ海軍病院で死去した。その栄誉を称え、リーヒ級ミサイル巡洋艦の一番艦にその名が命名された。バネバー・ブッシュが原子爆弾の作用を説明した後、リーヒはトルーマン大統領に対して、これは我々が成し得た最も馬鹿げたことです。 この爆弾は使うべきではありません。私は爆薬の専門家として進言します。と話した。原子爆弾の試験後も、リーヒは広島と長崎への投下に強く反対した。回想録では以下のように語っている。リーヒは決して卓越した、戦略家でも軍政家でもなかったが、穏健な良識家として知られ、とりわけ、ルーズベルト大統領の辛抱が厚かった。 統合参謀本部においては、表立って意見を表明することはせず、会議の調整役と大統領への連絡役に徹したという。ルーズベルトの死後は引き続き、トルーマン大統領を補佐したが、非戦闘員を犠牲にすることを良しとしない、軍人としての立場から、日本への原子爆弾投下に対しては、批判的だった。リーヒは、トルーマンに無条件降伏に固執せず、 被害を大きくするべきではないと意見している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。